スイーツ番長です。今日は、六本木ヒルズの牧場に来てます。牧場って言っても牛がいるわけじゃなくて、新鮮な北海道の牛乳を使ったソフトクリームとかパフェとかプリンとか、そういうデザートを食べさせていただけるお店です。こちらです。このノンホモジナイズのコーヒー牛乳、はい、この200ミリっていうのは通常の、そうですね、通常のサイズになります。じゃそれをいただけますか。はい、かしこまりました。まずそれをお願いします。はい、ホモジナイズというのは牛乳に含まれる脂肪分を均質化という作業なんですけれども、ノンホモジナイズ、そのホモジナイズをしてない牛乳で、より自然の味わいに近い牛乳をお出ししております。見た目で分かりやすいんですけれども、脂肪分が上に浮いてきてしまうんです。あ、すごい浮いてる、見えるかな、分離してる。これは脂肪の層っていうことなのかな。そうです。いただきます。甘みがね、脂肪の甘みっていう感じですよ。乳脂肪の瓶、やっぱ瓶だよね。ごちそうさまです。ありがとうございます。まあ、プルプルいってる。こちら贅沢ミルクの濃厚プリンでございます。原材料として牛乳、あと生クリーム、あとお砂糖、あとゼラチンしか使ってございません。あ、これは何ですか。これ、はい、こちら元山牧場牛乳になりまして、先ほどのノンホモジナイズ牛乳になるんですけれども、はい、ではいただきます。あ、すごい、ここから見て、めり込むぐらいプリンプリンだこれ。おお、これすごいね。うん、いわゆるカスタードのプリンとはちょっと違う食感が、はい、寒天みたいな、そうですね、そういう柔らかさありますね。はい、はい、卵を一切使ってませんので、うん、ゼラチンで固めてるような形で、はいはいはい、ノンホモジナイズ牛乳を、あ、白くなってく、白くなってく、すするようにいきたい。ちょっと今までと食べたことないプリンの味、ちょっと上品すぎて、コンビニとかであるミルクプリンとは全く別のミルクプリンですよね。これ美味しいわ、マジ。おー、すっげーボリュームあんね。こちらがトロピカルマンゴーのパフェでございます。上がソフトクリームですね。上がソフトクリームです。で、途中フレッシュマンゴーを挟みまして、中にアイスクリームが、マンゴーソースも入ってる。マンゴーソースは一番下とマンゴーが、はいはい、かかってて、はい、ではちょっと真っ白だ、真っ白牛乳、ホワイト。ソフトクリームうめえわ。冷たさとか滑らかさもちょうどいいな。元山牧場の、アイスクリームショップがあるんですけど、はいはい、そこで出している商品で、うん、北海道の物産展があるんです。札幌で毎年行われる。そこで北海道中のソフトクリーム何個か出るんですけど、そこで一番売り上げてる。ナンバーワン。ナンバーワンなんですよ、北海道の牧場の中で。どうりで滑らかな。このトロッとしたのがかかってるのは何。これはマンゴーの練乳とマンゴーソース、はい、練乳か、はい、うん、練乳とマンゴーが合うね。マンゴーも練乳かけるとまた違ったトロピカル感があっていいじゃないですか。これん、この下ずっとまだソフトクリームだ。途中からアイスクリームになります。本当だ、下にアイスクリーム、はい、このアイスクリームも、じゃあこちらは元山牧場で作ったもの。このアイスクリームは卵使ってるのかな。アイスクリームには使ってません。使ってない、バニラビーンズが入ってます、うん、あと下にアーモンドのローストアーモンドが入ってます。これシャリシャリした食感が出てきた。ちょっと下がナッティーな感じだね、確かに、やっぱ最後はこうやってソース絡めて、パフェがこう、あ、ね、そこが深い、これ。うん、ごちそうさま。北海道元山牧場の牛乳を使ったミルクスイーツがたくさんあります。ぜひいらしてください。